ベルリン S バーン。ベルリン S バーンは、ドイツの首都ベルリンにおける、都市高速鉄道網、S バーンである。ドイツで最初の S バーンであり、第三機上方式による電化が採用されている。ベルリンの S バーンは、東西ドイツ統一以降も数年間は、急西ベルリン側と、急東ベルリン側で、別々の事業者が運営していたが、1994年1月1日に、 ドイツ鉄道が発足したことで同日より、同社に、よ一元運営となり、さらに1995年1月1日からは、DB の完全子会社である S、バーンベルリン GMBH、S バーンベルリン社に移管されている。1995年当時の年間輸送量は、約2億4、500万人であったが、その後毎年、年平均で2%程度の利用客増加があり、 10年後の2005年の年間輸送量は3億5、600万人であった。ただしこれは S バーン号の復活による総営業距離の伸びを考慮する必要がある。2006年の年間輸送量はドイツで開催されたサッカーワールドカップの効果もあり、前年比5.3%増の約3億7、500万人、1日平均で約100万人を輸送し、 1995年以降で最高となった。ただし、ベルリンの S バーンとして最も利用が多かったのは、第二次世界大戦中の1943年で、年間約7億3、700万人、1日平均で約200万人の利用があった。ベルリンの S バーンはすべて各駅停車で、S バーンとしての快速運転は行われていない。路線によっては、 ベルリン市内と郊外を結ぶ中、長距離列車 RE または RB が快速の役割を果たしている。東京における京浜東北線と東海道線、宇都宮線、高崎線、上野東京ライン、あるいは総武観光線と総武快速線の関係に近い。土曜、休日には終夜運転が実施される。ベルリン S バーンには 以下の16系統が設定されている2017年12月ダイヤ改正時点。公式サイト路線図。一部の系統では途中駅で折り返し運転となる列車も設定されている。左側が北方向、右側が南方向である。左側が西方向、右側が東方向である。ドイツの鉄道は右側通行であるため、 外回り、内回りは日本とは逆になる。区間は S バーン運転区間に限る。ベルリン市街の中心部の地下を南北に貫く S バーンの重要路線である。沿線には、フンボルト大学ベルリン、ウンターデンリンデン、ポツダム広場、ブランデンブルクモンといった観光名所のほか、国会議事堂などの政府、行政機関、あるいは商業施設や企業のオフィスなどが集中しており、 利用客も多い。S バーン専用の複線路線である。北側のフンボルトハインでは、シュテティーン線に直通、南側のアンハルト駅では二手に分かれ、とアンハルト線に直通している。また、フリードリヒドーリ駅で、ベルリン市街線、シュタットバーンと直行する。南北地下線の構想自体は19世紀から存在するが、 アドルフ・ヒトラー政権による社会基盤整備の一環として、また、ベルリンオリンピックを控えての都市交通の拡充のため、建設された。オリンピック開幕直前の1936年7月に、北半分のウンターデン・リンデン駅、現、ブランデンブルク門駅まで、開業、1939年に2段階に分けて、延長され、第二次世界大戦勃発直後の同年10月に、 全通した。ベルリンの壁時代、1961年から1989年は、西ベルリン側の路線となっていたが、地下線の大部分は、東ベルリン側に存在していたため、東ベルリン側の駅は、検問所が置かれたフリードリ・ヒドリ駅を除き、すべて閉鎖されていた。ベルリンの壁崩壊後は、閉鎖されていた駅は順次、営業を再開した。 ベルリンとバルト海沿いの港町シュテティーンを結ぶ約1 3 4トルの路線のうちベルリン側約2 3トルにあたるベルリン北東部のパンコークなどを経由してブランデンブルク州のに至る1924年8月に電化され電車による S バーンの運行が始まったもともとはシュテティーン駅の急所を起点としていたが 南北地下線の開通で一つ手前の、フンボルトハインから同線と直通すようになる。戦後、ボルンホルム通り駅から環状線路の間に、連絡線を付設。壁建設では、ボルンホルム通り駅が東側管轄地域となり、駅営業を休止、西側 S バーンは通過扱いとし、東側は西側路線と離れた位置2線路を移設し、路線が分断された。 現在は列車線と S バーンの路線別複々線となっている。ベルリンとドイツ北部の港町、シュトラールズン島を結ぶ約 220km の路線のベルリン側約 26km にあたる。ベルリン北部の地区などを経由してブランデンブルク州のオラーニエンブルクに至る。1925年6月から10月に電化され、電車による S バーンの運行が始まった。 ボルンホルム通りからシュテティーン線経由で都心方向へ向かう。ベルリンの壁建設で西ベルリン側と東ドイツ側の間で分断された。この時、オラーニエンブルクへは外環状線を経由し、シュテティーン線と接続することで運行を継続した。なお、東西再統一後、この区間が再び接続されたため、元の運行形態に戻り、 外環状線経由の列車は、ビルケンベルダー駅止まり止まった。本来、列車線と S バーンの路線別複々線であるが、ボルンホルム通り方園ノイエンドルーフの間は、壁建設で列車線が剥がされたままになっている。ベルリンの北西の町を結ぶ、約 37km の路線のうち、ベルリン側約 19km にあたる。年月に電化され、 電車による S バーンの運行が始まった。シェーンホルツから北部線、シュテティーン線経由で都市にへ向かう。もともとヘニヒスドルフから数駅先のまでが S バーン運転区間だったが、壁建設で西ベルリン側とヘニヒスドルフ東ドイツ側の間で分断された。その後、東側区間も1983年に電車運転を取りやめた。 また、西側区間は1984年の BVG 幹事に引き継がれず廃止された。東西再統一後、1995年にテーゲルまで、1998年にはヘニヒスドルフまで復活したが、その先は見送られている。もともとは列車線と共用の伏線だったが、現在は単線となり、また途中のテーゲル付近には踏切が存在する。 ベルリン市街中心部を東西に貫く、高架線で S バーンの重要路線である。沿線には、ベルリン動物園、シャルロッテンブルク宮殿、カイザー、ビルヘルム記念協会、ティーアガルテン、ベルリンテレビ等、シャルロッテンブルク宮殿といった観光名所のほか、南北地下線同様に、政府、行政機関、あるいは商業施設や、企業のオフィスなどが多く、利用客も多い。 また、2006年5月に開業した、ベルリン中央駅も通る。S バーンと長距離線の路線別複々線である。東側のベルリン東駅で、シュレージエン線、プロイ線、東線、同線経由、ブリーツェン線と直通。西側のベストクロイツで、ベツラー線のシュパンダー交線と直通する。フリードリヒドーリ駅で、南北地下線と直行する。 19世紀後期に分散していたベルリンの鉄道ターミナルを都心経由で結ぶべく計画、建設され1882年に開業した。大都市の中心部を貫く鉄道は当時としては世界的にも珍しいものであった。都市鉄道を意味するスタート版は現在の S バーンの語源になったとされている。もっともベルリン以外の都市では S. バーンは高速鉄道が語源とされており、ドイツ語辞書でもこちらが記載されている。ベルリンの壁時代は、レールテ駅、現、中央駅西ベルリン側とフリードリヒ通り、駅、東ベルリン側の間のシュプレー側が、東西境界となっていた。ただし、西ベルリン側の電車は、検問所があるフリードリヒ通り駅まで直通しており、東ベルリン側とは厳重な管理の下で、 隔てられていた。ベルリンの壁崩壊後は再び一本の路線として運営され、1990年代には列車線の電化や駅の改装をはじめとする大幅な改良工事が実施された。ベルリンとシュレージエン地方のブレスラウ、ブレスラウ、現在はポーランド領ブロツワフを結ぶ約3 2 9トルの路線、ベルリン・グーベン線の ベルリン側約 24km にあたる。ベルリン東駅からその東部のケーペニックに至る。1928年7月に電化され、電車による S バーンの運行が始まった。なお、ベルリン東駅、オストクロイツ間の S バーンは、ベルリン東線とは別に、当線用の副線もあって、路線別複伏線の状態であった。2018年予定の同区間、 改良工事終了後は、方向別複々線となる。ベルリン市街を取り巻く形で付設されている、環状路線であり、環状線の内側が都心部となる。路線の総延長は山手線よりも、わずかに長い。ノイケルンで分岐し、ゲルリッツ線バウム州連ベークへ至る、連絡線があるほか、放射方向の路線との連絡線が、トレプトー公園、シュレージエン線、プロイ線、 東線ワルシャー通り、トレプトー公園ゲルリッツ線、プレンターバルト、シェーンハウザーアレーシュテティーン線ボルンホルム通りの各所にあり、列車が直通している。なお戦前には、パーペ通り、ゲン、ズユートクロイツ及びシェーネベルクの両駅から北へ、枝線が分岐し、両方からの枝線が途中で合流して、ベルリン・ポツダム駅、環状線駅に至る路線があった。これは、 環状線本線が市街周部を囲む路線だったために市中心部のポツダム広場への連絡を図ったもので列車の運転も休日を除きベルリンポツダム駅から出発した列車が内回り外回りともに幹線をほぼ一周してベルリンポツダム駅に戻る運行形態で純粋な環状運転ではなかった放射方面の各線とはオストクロイツ、ベストクロイツ、ズユルトクロイツは 直角交差だが、ゲズントブルンネンは、シュテティーン線と方向別ホームによる対面の理解となっている。19世紀中頃に、ベルリンから放射状に伸びる鉄道路線を相互に連絡するために計画、建設され、1871年から数年間かけて順次開業し、1877年に環状線が全通した。環状線の開業までは、 ベルリンの鉄道は、ベルリンと郊外あるいは、他都市を結ぶ列車が主流であったが、環状線の開業により、各路線を相互に連絡する旅客、貨物列車が運転されるようになったか、ベルリンの都市鉄道としての役割も担うようになった。そのため環状線は、現在のベルリン S バーン網のルーツとされている。ベルリンの壁建設により、北側がゲズントブルンね 西ベルリン側とシェーンハウザアレー、東ベルリン側の間で南側がトレプトー公園、東ベルリン側とゾンネンアレー、西ベルリン側の間で分断され、東西で別々に運行されていた。西ベルリン側の環状線は1980年に運行中止となり、壁崩壊時点でも復旧していなかった。ベルリンの壁崩壊以前から環状線の復旧工事は、 西側で一部着手されていたが、壁崩壊により工事が強力に推進され、1993年に、ノイケルン・ベスト・エント・間が再開、以後9年の歳月をかけて、2002年のベスト・ハーフェン、ベスト・ホーフン・ゲズント・ブルン連の再開により全線、復旧し、41年ぶりの全線開通となった。2006年には、45年ぶりの完全環状、運転も復活している。 S バーンと列車線の線路別複々線である。列車線はトレプト公園ゾンネンアレイの間で途切れているため、完全な環状線ではない。また、フランクフルターアレイトレプト公園の間は、東ベルリン時代に路線が剥がされている。環状線のさらに外側の郊外部を走る形の路線である。列車線は環状路線を形成しているが、 S バーンが走るのはそのうちの一部区間のみであり、すべて放射状の路線との直通運転になっている。S バーンが走るようになったのは、東西分断後であり、ホーエンのイエンドルフ・ブランケンブルク間は1961年、バルテンベルク・シュプリングプフール間は1984.1985年からで、ある。S バーンの線路と列車線の線路は分離されているが、列車線は、 全線復線であるのに対し、方円のエンドルフ・ブランケンブルク間の一部には、単線区間が存在する。電化路線のみ、上記の路線は、復活したとしても2020年以降か、廃止の見込みである。ジーメンス線は、ユーバーンが並行しており、復旧の見込みは、非常に少ない。ハンブルク線、レールテ線は、厳密には休止線ではなく、列車線が整備され、 近距離列車が多数運行されている。ポツダム線は復活する場合には S バーンではなく列車線としての復旧となる。フリートホーフ線のみが将来 S25 系統がテルトーシ駅から延長された時に一体化して復活する計画がある。ベルリン S バーンでは専用に設計、製造された電車が使用されている。車両塗装は ドイツ鉄道の標準塗装を採用する他都市と異なり、伝統色である黄色と赤のツートン塗装を維持している。戦前から使用されてきた旧型車475、477などは488系電車に改造された車両を除き2002年までにすべて営業運転から撤退している。ベルリンスバーンはベルリン市内とブランデンブルク州の 公共交通機関によって組織されるベルリン・ブランデンブルク運輸連合の一員であり、チケットは他の加盟交通機関と共通化されている。また、ベルリン近郊の交通機関の運賃は、基本的にゾーン制運賃が採用されており、乗車券に指定されたゾーン、A ゾーン、環状線内 B ゾーン、環状線外のベルリン市内 C ゾーン、ベルリ市外のどこからでも乗車でき、 どこでも降車できる。つまり、S バーン、地下鉄、近郊電車、トラムは、追加の発乗運賃なしで、乗り換えが可能である。ただし、短距離券の扱いは異なる。また観光に便利な追立切符の設定もある。打刻当日から、翌日の午前3時まで使用可能である。また、追加料金を払うことで、自転車の車内持ち込みも可能である。 混雑時間帯を除く。ヨーロッパでは一般的な信用乗車方式が採用されており、駅には改札はないが、抜き打ちの検察が行われることがある。そこで不正乗車が発覚した場合は、理由の遺憾に関わらず、罰金を徴収される無賃乗車の罰金は60ユーロ。ドイツの鉄道における列車は、多くの場合、一等車と二等車が連結されているが、 ベルリンのスバーンは2等車のみである。ベルリンの鉄道は1838年にポツダムへの路線、ベルリン・ポツダム駅ポツダムが開通したことに始まる。以降、ハンブルク、シュテティーン、アンハルト、ゲルリッツなど国内各地へ放射状の路線網が建設されてゆく。これらを環状に結ぶ路線も整備された1850年代にはターミナル同士を直接結んでいたが、 市街地の発展に応じ、1870年代には、各起点駅から一駅ほど、郊外側を結ぶようになった。現在の環状線である。一方、シュレージ園駅からシュプレイ側に沿って、都心を西に横断する路線が建設された。1882年に完成した市街線である。本来、長距離輸送を目的とした鉄道ではあるが、ベルリンでは、ここに、 市内移動用の列車を走らせたことが特徴である。1871年の環状線での運行が期限とされ、後に S バーンとして発展していくことになる。施設面でも長距離線と市内移動用路線の路線別複々線を備えるものが多くなった。列車の電化は1903年にアンハルト線ポツダム環状線駅リヒターフェルデ東で実施されたものの、 その後は対戦などの影響で途絶える。本格的なものは第一次対戦後の鉄道国有化号である。利便性を向上し、市内の他の交通機関に対抗するためであった。1924年8月8日、シュテティンセンシュテティーン駅、ベルナウで電車運転が開始され、これが S バーンの始まりとされる。続いて、翌1925年には北部線、 1927年には、クレメン線と北部方面の電化が完成。そして、1928から1929年に、都市線など東西方向の各線と環状線が電化され、後の ETEBES165 系、ET165 系が大量に製造された。これらは大電化と呼ばれる。その後、1933年に、 ポツダム線とそれに並行する万税線が電化され、ほぼ戦前の電化区間が揃うことになる。なお、レールで駅を起点とする路線、および非電化区間への直通する S バーンは、蒸気機関車牽引の列車のままであった。1933年、ナチスが政権を取ると、ベルリンでのオリンピックの開催と、それに合わせた都市基盤整備が行われた。この一環として、 都心を南北に貫く地下線が建設され、1936から1939年に開通。北側からはシュテティーン駅を起点とする各線が、南側からはポツダム駅を起点とするバンゼー線とアンハルト線が乗り入れた。なお、この地下線はアンハルト駅ゲルリッツ駅、レールテ駅ポツダム広場などにも建設計画があり、一部、 着工したものの完成することはなかった。その1939年9月1日、ドイツのポーランド侵攻により、第二次世界大戦が始まる。末期には、ベルリンで、激しい地上戦が行われ、鉄道施設は崩壊した。特に南北地下線は、ベルリン市街戦において、運河を潜る区間が、ナチス親衛隊によって爆破され水没、避難民など、多数の犠牲者を出し、 また復旧まで時間を要することになる。1945年5月8日、ドイツが降伏し、ドイツとその首都ベルリンは、それぞれ戦勝4カ国、米国、英国、仏国、ソ連に分割統治されることになった結果、2つの政治体制が生まれ、1949年5月には、米、英、仏の統治地域が、ドイツ連邦共和国、 西ドイツ、同年10月には、ソ連の統治地域が、ドイツ民主共和国、東ドイツとしてバラバラに独立。鉄道も西側は、ドイツ連邦鉄道となり、東側は引き続き、ドイツ帝国鉄道の名称が使用され続けた。東西ドイツ間の行き来は大きく制限されることになる。しかし、ベルリンに関しては、米、A、フッツの統治地域が、西ベルリン。 ソ連の統治地域が東ベルリンになったものの、名目上は4カ国による統治のままであった。また、ベルリンは東ドイツの中にあるため同じ政治体制の両者は一体化。したが、東西ベルリン、及び西ベルリンと東ドイツの間の往来も場所は限られているが自由だった。鉄道は運営一元化の観点から、東西ベルリンともに S バーン。 長距離線が東ドイツ国営鉄道 DRU ーバーンがベルリン交通公社、b v g による運営となった。しかし公社は東西ベルリンが異なる政治主体となった時に分裂している以下単に b v g と表記した時は西側のそれを指す。戦災、並びに敗戦後ソ連軍による施設の接収もありズタズタになった S バーンは 1947年頃には戦前の規模を取り戻している。マトマールスドルフ・シュトラウスベルク、グリュナウ系フィスブスターハウゼンなど、主に東側で路線の延長が行われている。一方で、長距離線は戦前のターミナルのほとんどが西ベルリン側になったため、復興は最低限の区間に止まった。このように東西問わず、ベルリン市民の足として S バーンは復興した。 しかし、東西ベルリン間の通行が自由なことが、東ドイツ国民、東ベルリン市民含むの西ドイツへの逃亡を、また逆に西側諸国のスパイの東ドイツ入国を許すことになっていた。これは東ドイツにとって死活問題であった。それらを阻止するために、東ドイツの手で建設されたのが、ベルリンの壁である。1961年8月13日未明。 東西ベルリン、及び西ベルリンと東ドイツ間の通行は、突如として全面的に遮断された。S バーンも分断され、西側区間と東側区間で完結するようになる。この時に、リヒターフェルデテル島、シュパンダウイ星、バンゼイ南など東西をまたぐ、末端区間は廃止になっている。しかし、壁建設後も S バーンは全てが、 DR の経営であることに変わりはなかった。そのため、西側では S バーンの運賃は、鉄条網、壁に払われる。ウルブリヒトには1ペニヒも払うなとして、ボコット運動が行われた。また、並行して、バスや U バーンなども整備されたため、利用客は減少の一途をたどる。赤字額は、年々膨らむ一方となり、保守も満足に行えない状態になった。 それでも DR によって細々と運行が続けられていたが、ついには1980年9月に待遇改善を求める西ベルリン居住の従業員によるストライキが発生。これを機に大多数の従業員が解雇され、環状線など多くの路線が休止、廃止となった。そして、壁建設前は70万人いた利用者は1983年には1万人を割ってしまった。 ここに至る西側当局も、市内約 150km に及ぶ S バーン施設が廃墟となることを放置できず、東側との交渉に入り、1984年1月から西ベルリン側の S バーンについては、西ドイツ政府の補助のもとに BVG が列車運行を引き継ぐことになった。長距離線は DR の運営のまま残った。なお、 当時西ベルリンの動物園駅と西ドイツのハンブルクハノーファーニュルンデクを結ぶ回路列車が運行されていたが列車の運行はフリードリヒ通り駅を起点としていた当初市外線、ベツラー線、フリードリヒ通り、ベストクロイツ、マイナスバンゼー、ドレスデン線、アンハルト駅リヒテンラーデで営業を開始以降バンゼー線、アンハルト駅、バンゼー、南北地下線 北部線、アンハルト駅にずんとブルンねフローナウが復活した。これが、西ベルリンにおける S バーンの最終型となる。車両の面では、480軽電車が数、編成投入された。一方、東側では、ベルリンの壁建設を機に、外環状線の一部区間を電化して、S バーンが乗り入れた。その後も、ブリーテン線の電化など、 運転区間の拡大が実施された。これは、ベルリンの地下鉄網が、連合国の取り決めにより一部区間、U2 の東側区間及び全線が東側であった。U5 を除き西側管轄で、東側は S バーンが主力交通機関であったためである。しかし、車両の面では前日のボイコット運動による、西側路線の需要減少及び、ソ連からの接収車両の返還による、 余剰車両の発生、新形式 ET170 の開発失敗もあって、冷戦末期の485系統上まで全く置き換えが進まなかった。その他の背景に、電車の生産能力不足もあり、u b a n においても壁崩壊直前の u g 東側管轄延伸開業時、西ベルリン BVG より、中古車100両以上の譲渡を受けている。ベルリンの壁崩壊び、 ドイツ再統一後もしばらくは、西ベルリン地区は BVG、東ベルリン地区は DR の運行のまま残ったが、1994年に、旧ドイツ連邦鉄道、DB 及び DR の合併、民営化によってなしたドイツ鉄道、DB 発足に伴い BVG の路線も DB に移管された。1995年以降は、DB の完全子会社であるによって運行されている。 壁により分断されていた路線はその多くが復活したものの S バーンに並行していた列車線は未だに復活していない区間も多い。ベルリンの南西に位置する付近にはがあった同所はドイツ鉄道との賃貸契約が更新されず閉鎖。別所での再開は2019年にずれ込む見通し。ベルリン S バーンが河川終電式ではなく第三機常式電化を推進した背景には 将来の市内中心部への地下乗り入れ時にトンネル断面を小さくする意図があったと言われる。ハンブルクエスバーンも当初は河川終電式を採用したにもかかわらず、同様の理由から途中で第三機常式に変更している。しかし、新路線建設否定源の一方で特殊規格の車両仕様を生み、交流電化の進んだ現在では車両運用も限定されてしまうことから、 戦後に S バーンを整備したミュンヘンなどのドイツ他都市では採用されなかった。日本では明治時代に東京の中央停車場、現在の東京駅、1914年、大正3年開業を建設するにあたり、東端式ではなく通過式を採用することで計画された。これはベルリンの市街線、シュタットバーンの建設に携わった。 鉄道技師で20世紀初頭に来日した親とい外国人であるヘルマン・ルムシュッテルやフランツ・バルツァーのアイデアで二人は当時のヨーロッパ各都市での東端式ターミナルの失敗都市タットバーンの利点を念頭に強力に提言したとされる。八重洲口側に客車ヤード、貨物ヤードを設け将来の需要増大の用地確保に備えたのも先を見据えたバルツァーのアイデアである。もっとも バルツァーがデザインした当初の和風建築の駅シャン及び東海道本線と東北本線との列車線直通運転は結果的には採用されなかった。東京駅から新橋駅に至る赤レンガの高架線もバルツァーが基本設計し彼の訓導を受けた日本人技術者により建設され完成した。そのためその構造、外観は ベルリンのシュタットバーンと告示してる。東京お茶の水缶は一見レンガ作り高架橋で、あるが、レンガパリの鉄筋コンクリート製で、シュタットバーンの仕様とは異なるル。ルムシュテルとバルツァーは、当時未完であった山手線の環状運転化などの東京の鉄道路線網の整備を提言した。当時のベルリンの鉄道網を理想型に修正した内容だが、 都内の国鉄鉄道網設は総武快速線の地下乗り入れをもって、ほぼこの二人の立案したスケッチ通りの路線網が完成している。実現していなかった東海道本線と東北本線の直通運転も2015年3月上野東京ラインの開業と共に開始された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。